かつて日本の重要輸出製品として世界中をマーケットに一大産業を築いたマッチ。決して真似はしないでと言いながらマッチの妙技を披露してくれたのは、神戸マッチ株式会社の代表取締役佐賀山正文である。優れた商品、サービス、その進化に秘められた戦略と決断。今回はマッチ製造の老舗、神戸マッチ株式会社。生産量が激減したマッチ、そして窮地を救った新商品、その戦略と決断の瞬間に迫る。スイッチ。明治時代にその生産が始まり、高品質で多品種、少量生産に対応した日本製のマッチは海外からも注目され、国の重要輸出製品の一つとなった。兵庫県太子町に本社と工場を構える神戸マッチ株式会社は昭和4年に創業。およそ1世紀にもわたり日本のマッチ産業を支えてきた一社である。姫路駅の南側の中寺というところで、私の祖父が創業した会社です。で、この地は、それから7年後かな、こっちに移ってきて、それからここでずっとマッチの製造を続けておりますね。マッチの輸出に適した神戸港周辺には多くのマッチ工場が建てられ、やがて神戸から西へ播磨地方にかけてマッチ産業が栄えていったと言われている。その昔は神戸港からの三大輸出品目の一つになってたっていうことも聞いてますし、まあ、それとまあこの地で長く残っていったっていうのは、やっぱりその瀬戸内のその安定した気候でマッチを作るのに適してたとか、まあ、そういったことをまあ聞いておりますけれどもね。ここの辺で今はもうね、最新ですともう多分 90% 近くはもうこのエリアだと思います。しかし平成10年頃を境にマッチの輸出量は減少、国内でのマッチの需要にも陰りが見え始めていた。もともとマッチというのは日常で火をつけるための道具として、まあ、国民の生活を便利にするということで、もう世の中にこう普及してたわけですよね。で、それが時代が進んで、まあ、100円ライターという着火具が出てきて、本来のその火をつけるというためのマッチの用途っていうのがやっぱりこうライターの方に移っていってしまったという背景のところから、どっとこうマッチの需要が減っていってですね、まあ、会社はまあ赤字になり、まあ、そこからまあリストラとか、まあ、新しい事業を取り入れたりとかしながら、まあ、進んでいったっていう過去がありますよね、はい。そんな苦しさの中、会社を支えたのはマッチ製造で培ったある技術だった。私どもまあ印刷を、マッチの印刷をするっていうことで印刷工場を持ってたので、まあ、その印刷技術をまあいわゆる流用できるということでですね、ラッピング広告事業っていうのを始めたんですね。まだやってるところも少なくですね、最初の本当の新規の事業でしたね。2010年、社名のマッチの文字を漢字表記からカタカナ表記に変更。そこにはマッチ産業の明るい未来への願いも込められていた。スイッチ。まずあれをパッと見てマッチって呼ぶ方って、まあ今どうでしょう、20代の人にはいないんじゃないでしょうかね、うん。で、まあ、そういうふうなのを感じ始めて、まあ、不退転の意味も含めてこれから未来に向かっていくということで、もうカタカナ表記にマッチを変えようと、まあ、まあ時代とマッチするとかね、まあ、そういう意味も含めてですね、まあ、したっていうところですね。やっぱりそのトレンドっていうのが世の中にはあって、トレンドにこう乗ったビジネスをしなければ事業っていうのは拡大できないっていう方なですね、なんか自分なりのそのちょっとこう考えがあって、まあそういうことをこう、ですからマッチ以外のもので何か事業の柱を作ろうっていうことをやってきたんですよ。マッチ会社のやっぱり一番の強みは何かというと、やっぱり着火機能っていうことですよね。そこをもう一度見直して、自社の強みで何か新しいものっていうふうにやるっていうことに気づいてやり始めて、まあ今に至るみたいな感じです。スイッチ。マッチは軸の先端にある銅薬と呼ばれる着火部分が燃焼し、
炎が軸に燃え移る仕組みだが、実は軸の先端部分、投薬の下地に油を染み込ませておかなければ炎が軸に燃え移ることはない。そんなマッチ特有の着火機能を生かした商品が、2015年に神戸マッチが販売を開始したアイテム、日々である。マッチをする行為、そういったものをそのマッチではなくて何か違うものとひっつけて、いわゆるこう機能を付加させるっていう観点で、マッチそのものじゃなくていうちょっと発想を変えた時に浮かんできたのが、お香とマッチを組み合わせてできたら、でお香メーカーさんの方に尋ねたっていう。そして2011年、新アイテムのプロジェクトが始動。軸木となるお香の開発は淡路島の老舗メーカーダイハツに依頼。投薬の調合はもちろん神戸マッチが担った。マッチ型のお香というよりも、お香の先にマッチの頭がついたお香ですから、これはまあお香なんですね、マッチではなくて。ちょっと色が濃くなってますけど、ワックスが染み込ましてあるんですけど、このワックスが燃えることによって火がしばらく持続されて、燃えてる間にお香に火が燃え移ると。で燃え移ったらマットの上に置いて香りを楽しんでいただくというお香ですと。炭素のマットなんです、カーボンなんですけど、これ結局こう下から空気がこう入って燃焼促進をするようになってるので、こうずっと最後までこう燃えていくんですけどね。大体この10ミニッツアロマという名前、約10分間これが燃焼しますので、まあ、10分間香りを楽しんでいただくというお香ですと。苦労したところは何かというと、まあお香って、まあ、もう常識というよりは折れやすい、折れて普通っていうものですよね。でマッチは折れたらダメ、折れないものですよね。折れずに火がつけれてマッチですから、硬くて折れないけれども燃えていくお香、結局硬くすると燃えにくくなるんですね。でもこれは今見ていただいたようにすったあの火で燃え移らなきゃいけないっていうところがあって、その燃焼性と強度とそれから火力っていうのを、そのどのバランスにすれば使えるものになるかっていう、そこが一番本当苦労したところですね。僕らはもう当たり前にマッチとはこうダッシュするもんだって、もうこう体の中に染み付いてるじゃないですか。今の人はこの状態で止まる方も多いんですよね。これをどう使うのみたいな。それとここの感覚が全く分かんないんですよ。とこんなんやったりとかっていうふうに、結局するっていう行為自体がやっぱりこう未体験、未感覚、感覚自体がない方、若い方が多いので、そういった方がまあこれで日々でこう吸ってこう使うっていうことで、まあ、誰もがマッチが吸えるようになっていくっていう、まあ、そういうふうなこのきっかけにはなるんじゃないかなとはいうふうには思っておりますけどね。それはなんか感じてますね最近。発売以来、国内をはじめ海外でも人気を博している神戸マッチの10ミニッツアロマ日々。現在では13種類を販売、そのデザイン性の高さも人気を後押ししている。伝統産業とかが新しいものを作る時っていうのは、どうしてもその昔ながらのとかいうものをこうレトロチックなとかいうものをこう衣装の中に入れてですね、こうするっていうのがやっぱりこう多いんです。悪いとは思わないんですけど、ただこのコンセプトは日常の中にこう寄り添うというか、馴染む、日頃の中に普通にこうある商品、違和感なくある商品でありたいということと、で紐解くと、その背景には日本のそういったマッチ産業とかお香メーカーとかの昔の技術が生かされてるっていうのを知っていただいて、このブランド好きになってもらうのは私はいいと。で私たちが届けたいのも、そのマッチのする行為を残していくということで、次の世代に響かなきゃいけないので、僕らみたいなマッチっていうのが普通にあった時代を生きた人間が感じるよりも、次の人たちが感じる商品を作らないと、する行為っていうのがやっぱ未来につながっていかないので、そういった意味でもこのコンテンあの現代的なスタイリッシュなデザインっていうのは、まあ、あのやっぱこだわりたいし、まあ、今思えばやっぱりやって正解だったかなというふうに。